3年間ね、まあ3年と、まあ3ヶ月ぐらいですかね、ずっと僕が入社してからね、お世話になってきた、このね、ミヤタンゴ。今ちょっとハンドルカバーね、外したとこなんですけど、はい。お別れです。よいしょ。今までありがとう、ミヤタンゴ。今日はね、このミヤタンゴをね、洗車して、綺麗にしてね、片付けて、ね。新しい、ミヤタンゴをね、第2号にね、これを引き継ぎたいと思います。よし。よいしょ。やっぱフソってやっぱドアの分めっちゃ高いですね。やっぱりこう、手の位置がね、今までこの辺やったのに結構高かったですね。はい。いや、本当に新車です。はい。まだ、乗って帰ってきた、ね、柴田社長が乗って帰ってきてくれたままで、ね、よいしょ、よいしょ、よっ、よいしょ、よいしょ、さ、このハンドルカバー合うんかな？一応、先輩に聞いたら合うよって言ってくれてたんで、そうですね、古いからまた新しいの買い直そうかなと思って、とりあえず、まだ使えるんで、これをね、ちょっと、つけていきます。はい。はぁ、なんとかつきました。いった。いった、ボロボロ。ボロボロなった。なんとかつきましたね。はい。あれですね、日野のハンドルとこのやっぱ三菱のハンドル、大きさ一緒なんですね、今のって。ね。よし、これからまだまだ。あ、これ、ちなみに、あれです。三菱ふそうさんからいただいた、テディベア、ふそうですね。はい。かわいいです。はい。あ、小松先輩がいてますね。はい、今ね、ここは浜名湖ですかね。浜名湖のサービスエリアの下りのエネオスウィングさんで給油中なんですけども、虫がね、取れるすごいいいスプレーがあるっていうことで。虫も油膜も取れる。油膜も。はい。油も取れます。はい。で、ガラスオッケー。はい。ボディオッケー。メッキオッケー。あ、メッキもいける。うん、あ、アルミオッケー。アルミもオッケー。で、コーティング車も OK。 あ、コーティング車も OK。 はい、ということでね、今そのスプレーをね、実際にね、お試しでサンプルでやってくれています。はい、これコーティングがかかっているスプレーで、ツルツルしたスプレーをしていただいてます。はい。で、こういった、虫&油膜イレーザーっていう、これね、ここでしか買えない、1100円で、1本僕買いたいと思います。はい、これ1本ください。1100円で。はい。年表いる？あ、で、レシートいらないです。はい。一本もらいますね。はい、ゲット、うん。はい。ここに寄ってくれたら、ね、はい。サンプル使いたい。あ、寄ってくれたら、このサンプル。サンプルがある限りサンプル。ああ、これはね。うん。で、自分でお買い上げいただいたら大事にして。あ、これはね。うん。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。めっちゃピカピカになりました。でも遠くからでも分かりますね。もうツヤツヤしてますよ。いい感じです。はい。もし皆さんもね、虫取りとかね、これから夏ね、虫バチバチ当たるんで、気になる方はね、エネオスウィングさんね、浜名湖のエネオスウィング、下りですね、に来て買ってください。はい、ありがとうございました。やっほー、ミヤタンだよー。にゃか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 ばーん。はい、こんばんは、ミヤタンです。はい、今日ね、僕ね、今名神高速のね、どこでしたっけ、あ、養老や、養老のパーキングエリア
違う、養老のサービスエリアね、養老のサービスエリアに寄ろうみたいな感じでね、はい、寄りました。はい、そこ笑わんのかいってね、そこ笑って、はい。でね、僕ね、今ね、ご飯食べに行ってたんですよ。結構ちゃんぽん、ちゃんぽんとなんかチャーハンみたいな感じで食べてめっちゃ美味しかったんですけど、で僕トイレ行って歯磨こうかなと思って、歯ブラシセット2つ持ってるんですけど、その1つ持って行ってパカって開けたんですよ。でまあ開けるとね、パってね、こう歯ブラシあるじゃないですか、歯磨き粉入ってないんかいって思いましたね、ほんまマジで。でだからもうしゃあないわと思って、水でガーって洗って、もうシャ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 ってもう長めにちょっとやってね、やりましたけどね。そのもう1個の歯ブラシの方に入れたんかも分からへん、チューブが。でまあ歯磨き終わって、なんか次僕手洗ってたんですよ。手洗ってたらパッて入ってきたその男性の方が、おお見よったんやってなったんですよ。あ、どうもみたいな感じで、でまあこう握手こう求めてきたので、で僕手洗ってたんで手ボトボトやったんですよ。でいや僕でもちょっとあの手濡れてるんでみたいな感じで、いやええよええよみたいな感じだったんで、いやさすがに手ボトボトはちょっとあれかなと思って、ちょっともうとっさにもう服で拭くしかないなと思って拭いて、でまあピピってトイレでね、まあ握手してですね。でもうこれもみんなに言われるんですけどね、まあ元はといえば、あの本舗なっかさんが、ミヤタン短足やなって、ちっちゃいなってよく言われるんですけど、はい、ほんまみんな驚かれるんですよ。なんか僕ってね、なんでなんすかね、動画とか写真とかそんなんでなんすかね、なんかこうめっちゃ背高い人って思われてるんですよ。このあれですかね、スタイルとこの顔の輪郭からして背めっちゃ高いと思うんですかね。ほなまあトイレ行ってその男性の方に言われたのが、あれミヤタンあれやな、なんか思ってたより背ちっちゃいやなって言われて、ズキュ、あーまた言われたーって感じですね。そうなんですよ、僕足あの短いって短足って言って、結構ねみんな会う人ね、会うたらね、ミヤタンちっちゃって言われるんですよ、ね、あのめっちゃ大きいと思われてるんですよ、マジで身長がめっちゃ高い人と思われてるんですよ。まあ、高かったらねめっちゃかっこいいなと思うんですけど、会うた瞬間に多分めっちゃちっちゃってなるから、えぇ、ってなるんですよ、みんなマジでみたいな。ちょっとあの可愛いってことでしといてください。はい、身長ちっちゃくて可愛いってことでね、はい、そういうことにしといてください。はい何の報告やねんって。はい、まあそんな感じでね、はい、今日もねちょっと養老で、休息を取っていきます。この先ねもう名神にもう渋滞してたんで、でまあもうねもう走れる時間もね中途半端になるんで、とりあえず寝ていこうかなと思います。でまああのあと台風が結構近づいてるんで、まあそれがちょっと心配かなっていうところかな。なんからちょっと早めには動きたいなとは思ってるんですけど、まあちょっとあの歯医者の方と、ね、歯医者係の方とねやり取りして、どうすべきなのか。まあね、台風とか災害とかね、そういうイレギュラーなことが起きるとね、何を優先しようかどうしようかって言ってね、まあ、勝手な判断でね、やっぱ動くよりはやっぱり会社のね、運行管理者に相談するのが、良いかなと思い、相談して、はい、行動します。はいね、まあそれはそうとですね、まああのちょっと三菱ふそうにね、まあ乗り換わって、まああの愛車紹介の方をまだあのやってないんですけど、後日愛車紹介をねしようかなと思うんですけど、今ちょっとまああのこんな感じでね、ちょっとあのちょっとだけ散らかってますけどね、今急遽カメラ回したんで、はい、こんな感じです。はい、あとねちょっとねあれなんですよ、ちょっとよいしょ。はい、それからですね、あのテディベア、三菱ふそうさんからねこういったテディベアをね、会社の方にね、一匹って言ったらいいですかね、クマさん一匹なのかな、クマさん一匹ですよね。はい、クマさん一匹を会社の方にね、届いてるよということでありがとうございます。そしてこれはね、また別で、僕トラック、ミヤタンのトラックに飾ってほしいということでね、特別にいただきました。はい、まあ数がそんなにないんですよね。はい、まあ YouTuber さんの方何人かね、もらってたと思うんですけども、そんなに数がない貴重なクマさんでね、これ E って書いてますね、これが多分 E キャンターの E ですね、 E キャンターキーク。はい、これね、クマちゃん、ここにね、
まあ、どこに飾ろうかなってまだ決まってないんですけど、とりあえず、くまちゃん乗してます。でね、僕ね、本当にそのジャパントラックショーのイベントの時も、誰も、瀬野さんとか、瀬野社長とか、もういろんな人、全員多分知ってたんですよ。でも、それすらも知らなかったっていうね、僕も三菱ふそうさんの、工場見学行ったり、ジャパントラックショーとか行って、ふそうとか見てて、まさか自分がふそう乗るって思ってなかったんで、まさかのね、柴田社長のサプライズがあったんで、まあ、1個2個前の動画見てもらったらわかると思うんですけど、そうなんですよ。で、本当にそう思ったら、今僕三菱ふそうの、この新車、はい、乗させていただいてるんで、このくまちゃんね、本当に良かったなって思います。ありがとうございます。これサムネにしようかな。いや、やっぱりサムネはトラックやな。で、あとね、こういったね、レッドハリケーンズ、ね、ラグビー、ね、これドコモさんですね。こういったのもね、いただいてます。あとちっちゃいのはね、ちょっとこっちのな、こっちにね、ちょっと、ちょうどいいところがあったんで、とりあえずこのね、ここちょっと入れるとこ、ドリンクホルダーなんですよ。この子ちっちゃいんで、ちっちゃい方のね、どうも、レッドハリケーンズ。とりあえずここにね、入るなと思って、スポって。うん、でもまあ、この袋ね、取った方がいいんですよね。なんかもう大事にしようと思って、ちょっと埃とか被りたくないなと思って、袋入れてるんですけど、やっぱりガサガサになるし、見た目もやっぱりこう、袋ない方がいいですよね。はい。ということでね、後日この袋を取ってね、飾りたいと思います。はい。で、愛車紹介の方も、後日ね、会社に帰って洗車して、ね、この今乗ってる三菱ふそうのね、トラック、ね、トラクターをね、紹介したいと思いますんで、もしよかったら皆さん見てください。そしてチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。はい。本日はご視聴ありがとうございました。またねー。